愛媛県は昨年デジタル実装加速化プロジェクトを始動しました。これは県内を実装フィールドにデジタル技術で地域課題の解決にチャレンジする企業を全国から募集するというもので、デジタル技術を持つ民間事業者と生産拠点を持つ地元事業者、そして愛媛県が三位一体で取り組むことからトライアングル愛媛と呼ばれています。現在県内各地で様々な事業が展開されていますが、今回はブランドトマトの生産ノウハウをデジタル化し、経験と勘に頼らない農業を目指す取り組みを西予市野村町からご紹介します。今回の実装フィールドは西予市野村町でブランドトマトウルルントマトを栽培している農家熊谷さんのハウス。ウルルントマトは糖度が10から12度もある甘いトマトで、熊谷さんは地域全体での生産を目指していますが、そこには大きな課題がありました。これまでは、何 cc 給液水をあげて何 cc 鉢の底から外に流れて落ちてくるかっていうのの差を目で見て、で多すぎるんじゃないか少なすぎるんじゃないかっていうことで水管理をしてました。水やりのどういうタイミングでどのくらい水をやってればいいかっていうのがなかなか自分としてもつかみにくかったですね。生産方法が経験と勘に基づいているため、他の生産者にスピーディーに伝えることが難しいといいます。また冬になるとトマトの苗が育成不良を起こすことも熊谷さんは気になっていました。この課題の解決に手を挙げたのは愛媛大学発のベンチャー企業で、植物の生育状態を見える化する技術を持つプラントデータです。同社がハウス内に持ち込んだ光合成計測チャンバーは、作物の光合成速度が確認できる装置で、得られたデータをもとに葉に当たる光を調整することでトマトの成長が促されます。中に入ってきた空気が出ていくんですけども、ここからですね、排気される空気をサンプリングして、入ってくる空気と出ていく空気の二酸化炭素濃度の差がですね、植物が光合成によって吸い込んだ二酸化炭素の差ということになるので、植物の光合成をリアルタイムに測ることができます。ともう朝6時から光合成始めて、夕方は、7時までは光合成してますね。深夜にハウス内を自動走行する画像計測ロボットは、毎晩取得した画像情報を AI で解析することで収穫時期が正確に予測できます。画像計測においては基本的にはカラーの画像計測を行っています。でカラー画像計測ではトマトの数だとかですね、トマトの色づきといったものを測ることによって、今後の収穫作業の調整だとか出荷の予測、もしくは納品先との契約といったことに使う情報を取っています。効率的な生産方法が確立していくにつれ、ウルルントマトへ転作する農家が増えたり、新規就農者が現れるなど、熊谷さんが目指している地域展開への期待がどんどん膨らんでいます。このデータを元に失敗することがないような栽培ができるようになると、経営的にも一番大事なことかなと思ってます。愛媛県ではデジタル技術で地域課題の解決を目指す地元事業者を募集しています。詳しくはトライアングル愛媛のホームページをご覧ください。